サンミジャンデラ・コゴージャは、スペイン・ラ・リオハ州のムニシピオ。2016年の人口は240人。スソ修道院とユソ修道院6世紀にこの地に、暮らした聖エミリアヌスと、ズキンのような形状を持つ周囲の山々が、名称の由来である。1997年には、サンミジャンのユソ修道院とスソ修道院が、国際連合教育科学文化機関の世界遺産に、 登録された。サンミジャンはスペイン語誕生の地であると主張している。この地域ではスペイン語が話されるが、この地域の地名の一部はバスク語に起源を持ち、千年前にはバスク語が話されていた証拠がある。近隣のナヘラにはユダヤ人が住んでいたが、カスティーリ王国支配下の14世紀には、ペドロ1世とエンリケ2世が争った内乱の影響を受けた。 サンミジャンの礼拝堂の監督官の要請により、1369年10月15日、エンリケ2世は、カトリックの男女、ムーア人の男女は、ユダヤ人に対して追っていた債務を、直ちに返済しなければならないと命じた。ところが1371年9月10日、国王はサンミジャンの大修道院長とすべての修道士を、彼らがナヘラの戦い以降に、 ユダヤ人に対して追っていた債務から解放した。1997年には、サンミジャンのユソ修道院とスソ修道院が国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録された。世界遺産センターは以下の2つをこの物件の登録対象としている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。